あら、お手伝い偉いわね。え、わかりますか？生活していく中で、あらゆるところにその鉄が使われていたりとか、生活をこう本当に支えてもらってるなっていうのを考えるし、今回本当にリアルに工場に来させていただいて、圧巻というか、あ、こういうところで鉄がね、作られているんだなっていう、初めて見てびっくりした、しましたね、私は。飴を渡して飴の中身じゃなくてその缶に興味を示すっていう、どこに興味もつかなんて人それぞれですし、なかなかいい CM だなっていうふうに思いました。いろんな形の車がデザインとかされてる中、順応して変わっていく鉄ってすごいな。すごい広くて、ね、敷地の中でもなんかちゃんと道路とか標識とかもあって、ちょっと面白かった、やっぱり鉄っていろんな役割があってすごいなって思いました。100点です。日本製鉄、日本製鉄工場見学中。あれもこれもあらゆるところで未来を開発中。世界は鉄でできている。日本製鉄、日本製鉄中。